はい、どうも、すけです。今回はロングブラスターネクロを使ってガチャグラ2000いきたいと思います。クイバンドメガホンイレイサー。攻撃の、インクサブの、安全の、全部攻撃で。ガチャグラモンガルキャンプ場やっていきましょう。さあ、ネクロ。クイボと組み合わせて、まあ、パパーンみたいなね。食い込みが強いんですよね、これは。ポンと、ほい、ポンと。よいしょ。まあ、ノックアウトがあればね、参戦やっていきますんで、よろしくお願いします。ほい。ほい。ほい。あ、やれんかったか。なかなかの粘りというか、インクはないや。よいしょ。ということで、あー、無理か。死んだ。これがね、防御に弱いそうで。まあ、今のはしゃあない。ちょっとな、序盤、一発目。ネクロになれないうちにやられたって感じなんで、別にね、あの、スパショか。やべ。やべ、適当スパショが刺されそう。矢倉方面止めたいな。よし、オッケー。2止めて、オッケー。マグネチョクね、今の。全く狙ってないです。マグネチョク入りました。よいしょ。死亡。耐えた。耐えた。どうだ？逃げ切れるか。逃げ切った。からのメガホンイレーサー。でかーい。しかし倒せなーい。今味方が倒してくれている。あー無理か。オッケー。あれはもう直撃じゃないとね、爆風出せないんでね。あ危ない。あー無理か。これは死ぬわ。まあなんとか48。オッケーオッケー、ナイス。まあ、あの前からね、僕の動画を見てる人は知ってると思うんですが、ロングブラスターの直撃力って俺ないんよね、全く。ロングブラスターはほんま苦手武器なんですよね。まあだからネクロやった場合、クイボと組み合わせて爆風で倒せるんで、OK みたいな、今みたいに。爆風プラス、そのクイボを使うことで、ほんまに直撃力がない俺でも、ロング苦手な俺でも使えるということで、非常に戦いやすい。よいしょ。やるな。ナイス？そこらへん来るよね。上か。うまい。それはうまいわ。まあ、今のはね、あぶられてもしゃあないけどですね。気づくのが若干、0.3 秒ぐらい遅かった。一応気づいたんですが、遅かった。あれはもう相手が上手なんでね、あぶられてもしゃあないです。さーて、どこだ？来た！ OK、なんとか危ない。クイボ爆風。クイボ爆風。味方が削ってくれれば。味方と、あ、なんかおったな、面白い。え、ほら、あの上おるやん。これ来た。これ食い込んで今の。これ。これこれこれ。これをね、披露することで、相手を披露すると。よいしょ。オッケーオッケー。相手疲れてきたでしょ、これ見ての通り。これ披露してるんですよ、相手が。さっき僕披露したじゃないですか、食い込ん。披露してます。間違いなく疲れてます、相手。よいしょ。よいしょ。オッケーオッケーオッケー。来たー。任せな。とどめだ。ドーン。まあいい感じでクイコンを披露していったと。まあいい感じでクイコンを披露していったと。さあ再びモンガルキャンプ場ですね。まあノックアウトあったんで、あと2戦やります。さあ向こうもネクロとロンカスですね。味方はソーダ君とチェリー君とガロン君。うん、非常に頼もしいですね。シールド武器で立ち回ってくれれば勝てる。クイボとパーンみたいなね。よっしゃー、強い。ここの入り口で爆風置いとく。なんかついてきてんな。あ、味方やってくれ。ごめん。うん、俺直撃力ないんだよ。近づかれると地獄にされる可能性が高い。今のやられましたね。攻撃とインクサーブ 1.3 か。なるほどな。そのギアがあれば確かに俺もそれつけたいんですが、俺インクサブ1だけなんで、クイボ3発投げるっていう意識はないですね。2発だけしか投げれないんで、3発投げれるってなってしまうとクイボばっかなってしまうと思うんで、ね、それを防ぐためにあえて1で止めているといったところですかね。よいしょ。あの裏おるな、多分。気のせいか。どこおるんやろ。どこ行けます？クイボ。特に気配はないかな。あ、なんかおるな。クイボで。インクサブクイボ。クイボ。
オーケー、ダブルパンチ。でかい。しかし、ヤクラの乗り主がね、ちょっと合いないかつ3ダウン入ったんで、これちょっと、まあ今で仕切り直しって感じかな。ゲームを一回仕切り直す。そういう感じ。しっかり活躍してね。負けたくない。勝ちたい。あの裏おるな。オッケー。こっちにも多分流れた。ここかな。油断できねえぞ。どっからね、飛び交わってくるか分かんないんで、カーブ持ったんでね、相手。怖いですよ。オッケーオッケーオッケー。ナイス。スパチャの音がする。ちょっと下がろう。これ公開に行きます。下手になんかみくじ当たってもうたら気分悪いんで。ゆっくりゆっくりゆっくり。どこやろ？ちょっと乗るか、俺が。あ、どうせあっちやしな、敵は。そう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 。爆風でっか、ステージ全体に反対あるやろ。マジか。オールダウン。よしよしよし。まあ、これはもう俺、ヤクラ乗る覚悟で飛びますよ。味方が降りてもしゃあない、これは。うん、味方降りたしゃあない。これはね、俺は死んでたんで、それはもう味方が前行く権利あります。あ、でも死ぬな、これ俺。死なへんかな。降りるのも違うと思うんだよね。死んででも乗ります、ここね。あっちから来るんだよ、カーボンが。これこれこれ。よいしょ。あ、死んだ。まあ、これはね、もう死を覚悟で乗ってるんで別にいいです。オッケーオッケー、42なんで。押し込みの時はやっぱり下がるより乗ってても、ちょっとでも攻めて死ぬっていう方が、まあ有効なんで、やっぱり、ああいう、いいカウントまで行った場合。70何本とかやったらね、そう死ぬよりさ、引いた方がいいけど。お、いっぱいおる。よいしょ。よし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 。結構今、ブチブチブチンって言ったから、ね、すんごい数の分かってたんで。よしよし、ここは、スパショ開催中なんで、一回隠れて。よいしょ。オッケー、メガホン取っか、そこの直線コース。オッケー。まあ、俺が今回乗り役なんでね、まあ、デスを重ねるのはしゃあないんですが、別にね、あの、俺が死んだことによって、そんな致命傷になるってことはないんで、このチーム。あ、今のしゃあないな。もうロングで死亡確定やったんで。オッケーオッケー。まだ相手カウントゼロですからね。ここまで戦って。残り1分40秒ですが、カウントゼロということで、こっちがほんま積極的に乗っていってるんで、向こうも苦しいと思いますよ。さあ、来る。あー、やばい。カーボンかも。あ、なら、ロングか。ちょっと、絡み逃げようか。よいしょ。ナイス。まあ、相手から冷静に行けばいいんで。ちょっとやばそう。ちょっとやばい。せめてヤグラを止めよう。よいしょ。反転をしたけど、もう一発弾が出せればね、よかったんですが、間に合わなかった。さあ、みんなでヤグラ見よう。多分、セリアンとか結構来ると思うんで、それだけしっかり見てれば勝てる。来ないか。全然来ねえな。よいしょ、食い棒で。おっと、これは、こんな感じかな。一回ストップかけて、ここも食い込んでストップかけて、入り口封鎖っていう格好を取らせていただく。もう全然おらへんな。全然いません、敵。あ、でもおるのはおるんか。おるのはおるっぽいっす。よし、さよなら。よいしょ。メガホンで封鎖かな。そこ。やれないか。どこだ？カーボンか。で？よいしょ、オッケー。よいしょ。あー、これ無理だ。残り9秒か。サムコが大を溜まったかな？そう見えた。やっぱり溜まったな。まあ、でも、ヤグラ城はなんとか弾きはいけるはず。まあ、俺メガホンちょっと溜まりそうにないんで、ゆっくり行きますけど。大を使うしかないよ。うん。これを弾き落とせばこっちの勝ちだ。上から乗ってくると、オッケー。よし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 。あれ、相手ゼロキルやん、嘘。さあ、調子最高が 9.0。R ブラスターエリートの動画と、ボールドマーカーネオの動画と、このロングブラスターネクロを合わせて、次勝てば10連勝ですね。さあ、ラスト、ガチャグラモンガルキャンプ場をやっていきましょう。オクタオクタか。ラピ。あと、クローズアップね。センサーのやつやな。クローズアップか。なかなか、いいですね。強気にヤグラでクローズアップ。いいな。あー、食い込んというか、枠入れたけど、ちょっと耐えられた。あ、やばい、全身。ナイス。
多分あれやな、防御力ギリギリ耐えたってですから、その防御 0.3 が刺さったかもしれん。食い込んって防御ちょっとでもしてもらっとったら全然違うから、こう爆風の火力とかと合わさって耐えられる時が多い。そこおるやろ、ここだけしっかりこう埋め立っていこう。スパショクル下がりましょう。よいしょ、スパショ方面はやっぱ危ないんで、もう外回した方がいいです。敵が左にいっぱいおるんで、これだけ処理して、よいしょ。ヤグラ止めたいけどな、関わらせてくれるか分からへんしな、敵が。やんな。まあ、ヤグラで怒られたらちょっと見てもないな、俺は。そう。さあ、そろそろ止めないと。これ致命傷になってまうぞ。よいしょ、止めよう止めよう。あ、やばいやばい、進んでる。これ以上いかれると終わるぞ。あ、終わった。マジでやばい。あかん、負けたわ、これ。よいしょ。ダメだ、止まんね。止まってくれたらいいけどな、1でも。止まってくれ、1でもいいから。ナイスナイスナイス。よし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 。ナイス。ちょっとミスったな。ヤグラ城のラピにやられたのが誤算やったな。よし。9番ぐらい。よいしょ。バック置いていこう、強気に。よいしょ。攻める、スプラトゥーンをね、やっていかないと勝てない。攻めよう。よいしょ。バンキー危ない。左敵いっぱいおるやろ。あれ、俺が見ないと。よいしょ。オッケーナイス。変わるわ。メガホンナイス。さらに俺がメガホン追い込む。ダブルメガホン。バック風。よいしょ。ナイス。左から来るのが怖いな。音で、見極めよう。いや、俺なんだ。ナイス。諦めなければ、必ず勝利は見えてくる。だから、俺は1でもピーから止めてくれと言った。みんなで協力して、止めることが重要なのである。セーフ。ナイスだ。オッケー、神。閉じ込める。あー、閉じ込めるってないが向こうに流れた。オッケー。きたー。ガチマッチ10連勝。やったぜ。ありがとうございました。調子最高 10.0 ということで、今回ロングブラスターネクロでガチヤグラでした。ご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。画面にあるアイコンをクリックするとチャンネル登録することができます。画面にあるおすすめ動画もまだ見ていない人はチェックしてみてください。では次の動画でお会いしましょう。